掲示板などでユーザーを表すために用いられるアバターの例。飾り線に囲まれ100、100X100PX のサイズにされたものをアバター。アバターは自分の分身となるキャラクターのこと。アバター利用者であるユーザーに模した姿にされることがある一方、現実の自分と違う性別にしたり、カスタマイズした姿に合わせて性格を変えるなどして別の人間に、 なりきるなど、ある種の遊びとしても機能する。無論、このような遊びやコミュニケーションの形は、アバター出現以前から存在していたが、より視覚に訴えかけるアバターが出現したことから容易になった。基本的には感情などを直感的に相手に伝えるのに適しているが、従来の文字によるコミュニケーションを強化する意味合いを持っている。アバターを好んで使うのは、 ライトユーザー層や初心者、それから10代の子供に多いと言われている。アバターはウェブ上のコミュニティで積極的に用いられており、これを作成すること自体は無料でできる場合が多い。モバゲータウンや似たようなサービスであるハンゲームなどはネットワークゲームを基本的に無料で提供し、他の参加者とのコミュニケーションツールとして利用してもらい、多くのゲームにおいて、 自身を表すアバターのカスタマイズアイテムを有料化するという収入体系を持っている。サンスクリット語のアバターらは、インド神話や仏教説話の文脈で、化身の意味。アバターは、その西洋風の読み方で、概念が似ていることから、ネットワーク用語として転用されたもの。なお、ネットワーク以前には、コンピューター RPG、ウルティマシリーズにおいて、 プレイヤーが操作するキャラクターをアバタールと称した要例がある。世界で初めてアバターを使用したサービスは1985年にルーカスフィルムのチップモーニングスターとランダル・ファーマーによって開始されたビジュアルチャットルーカスフィルムズ・ハビタットである。日本ではルーカスフィルムズ・ハビタットの日本語版として1990年2月10日に富士通が 大手パソコン通信ネットのニフティサーブで開始したビジュアルチャット富士通ハビタットが最初であるインターネットの黎明期には WCJ とそのエンジンを利用したサービスなどが存在した当初は現在 E ージャパン戦略で掲げられている電子政府電子自治体の機能をアバターを用いた仮想空間で実現することが構想されていたアバターはチャットの際に ユーザーの代わりに表示されるなど、その企業が提供しているサービスに幅広く用いられることが多い。例えば、などなど、様々なサービスに用いられ、これ、単体のみで、サービス提供することは少ない。また、これとは違うものとして、アップルが2010年2月9日に、オンラインストアでの訪問者の活動を表示する手法、システム、媒体の特許を取得した。 アップルの説明によれば、オンラインストア上でアバターを表示させ、他の客との交流を楽しめるようにすることなどが提案されている。これは、オンラインストアをアバターの視覚効果を利用して、より現実に近づける方法と言える。ありがとうございます。